皆様、アニョスです。本日は前回の続き、小学校あるある、その8からお届けします。小学校あるある、その8。ねえねえ、昨日のガキつか見た？もちろんだぜ。やっぱめっちゃ面白いわよね。他のバラエティでは絶対やらないような企画やるから面白い。昨日見たテレビの話で盛り上がる。あんま好きじゃない番組でも、周りの仲のいい友人が見てる場合は、話についていくためだけに、見てるという場合も。てか主ちゃん、机汚くね？え、そうかな？その机から飛び出てるプリント、1学期のやつやん。今3学期だぞ。これもありがち。クラスに絶対何人かはいる。とにかく机やロッカーが汚い、もので溢れている。まあ、別に誰も困らないし、いいでしょ。だらしないわねー。がしかし、結局自分が困ることに、この流れで、小学校あるある、その9。おーおーおー、持って帰る荷物が、多すぎる。机汚い子は、だいたいこうなる。ちょっと小学生らしくない姿には、突っ込まないでね。小学生が大荷物持ってる画像がなかったんだな。あ、皆様、マリサです。本日も主チャンネル見てくれてありがとう。トヨ姫もいるぞ。全員、あるあるネタのために、裏でスタンバイ中です。あの、そろそろ重いんですが、ごめんごめん。それでは、主くんの腕が限界のようなので、小学校あるある、その10。ほら、ちゃんと声出しなさい。このままじゃ何回歌っても終わらないわよ。普段は普通の先生なのに、合唱練習の時だけ妙に張り切る。正直、生徒からすると、めっちゃうざい。はーい、握り拳が丸々、お口の中に入るぐらい口開けるー。小学校あるある、その11。負けただと？やったー、これで2連勝。ふう、やっとランドセル地獄から解放されるぜ。下校時のカバン持ち、3人ぐらいならまだいいが、5人以上とかになると、負けたらもう大変。たまにめっちゃ重いランドセルがあるのよね。女子の中では少数派、赤じゃなくて黒のランドセル使う子。クラスに1人ぐらいいるのよね。小学校あるある、その10人。あ、犬だ。あの子、こないだも校庭駆け回ってたわよね。私、うんこ踏んじゃったわ。突如、校内に迷い込んでくる犬。これが来るともう生徒は大騒ぎ。待て待てー、追いかけるアホ発見。うんこか。金魚か。皆様、生き物には優しくしましょう。小学校あるある、その13。は、まだ給食始まって1、2分。主くん、もう校庭に遊びに行ったのか。給食食べるのが異常に早いやつ。男子の昼休み。校庭のボールを確保できるかは、何よりも重要なのだ。小学校あるある、その14。よくある朝の光景。みとりちゃんサンキュー、宿題完全に忘れてたわ。いいってことよ、先生にバレないようにね。朝、宿題やってなかったことに気づき、大急ぎで友達の写させてもらう。がしかし、結構な確率で先生には見抜かれているのが実際のところ。では今回はここまでです。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回も見てね。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、サンキュー。サンキューな。誠にありがとうございます。ワンワン、テンテンテーン。にゃーお。おめえはホモサピエンスだろ。それじゃあまた次の動画で。